シンキングペンシルの皆さん巻かれたことあると思うんですけど、巻いてる時に巻き抵抗、引き抵抗がすごく少ないんですね。でそのすごく少ないのって自分が何してるかわからないっていう人が結構多いんです。そこで今回の愛の下にちっちゃいグモのリップをつけてます。リップをつけることによって引き抵抗が増幅されて、今ルアーがどこにあるで結構な引き抵抗を感じながら釣りができる。なので存在感を分かりながらバイトを待てるっていう利点をここで増やしています。でそれと構造はこれまっすぐの横から見てもらうと分かるんですけど、相当スリムに作ってあるんですね。でシーバスなんかもそうなんですけど、擦れた魚に対してフラットなボディを入れるよりもスリムなボディを入れた方が口を使わせやすいんです。なのでこれはもう一般的な漁港で皆さんが投げられるときに、他のアングラーさんもやっぱいろいろ投げてるんですね。そんな中でも口を使わせやすいようにスリムボディにしてます。で中にはあの全色、これ5色カラー展開あるんですけど、全部の色に中にこれグローボールが入ってます。でこのグローボールはあの真っ暗闇のところなんかだったら、これを光らすことによってルアーがどこにあるか、でキャストするときにいちいちライト照らさなくてもいいっていう使い方もできるし、このボールを光らすことによって魚から、まあ、メバルからのこれバイトマーカーにもなるんですね。一般的にはメバルっていうのはこの目ん玉を食ってこようとするんですね。でもフックはこの下についてるので、たまにショートバイクだったりとかかからないあたりっていうのが増えてくるんですけど、ここのグローボールを光らしてここをバイトマーカーにすることによってすぐ下にフックがあるんで張りがかりが良くなる。でそういったメリットもあります。で自重が 2.7g あるので飛距離も相当飛びますんで、かなり広範囲を探ることができます。で使い方はって言われると結構みんなわからないっていうんですけど、基本的にはあのメバルって表層のレンジをとりあえずこのルアー投げて巻いてください。もう投げて巻くだけで勝手にこのルアーが仕事をしますので、もう本当に不思議と思うかもわからんけど、僕社長も実はねこのプラグ使わないんです。もともとプラッキング苦手な方なんです。なのでニコ生撮影中にとにかく投げて巻いてくれと、絶対メバル釣れるからって言ったらちゃんと生放送中に釣ってくれました。それぐらい勝手にルアーが仕事をしてくれますので、はい、ですよね。楽です、はい、楽です。もう全然特に考えることもなく、右向いて投げる、左向いて投げる、まっすぐ投げる、もうそれだけでメバルがいれば必ずバイトしてきます。はい、はい、本当に楽なルアーですね。そうですね、はい、今また一つ新しいものを作ろうとしてる。そうですね、もう一個は今度は秋に一応発売予定を考えてるんですけど、これはまあ今ちょっとここ手元にはないんですけど、これシンキングペンシルで、次は今度ミノータイプ、あのリップがついてるんですね。リップがついててスローシンキングタイプにしています。この新ペンっていうのはあんまりスローな釣りには向いてないんです。シンキングタイプ上にホールも速いんですね。なんで同じレンジをスーッと通そうと思うとそこそこのリールスピード必要なんです。であとレッドティップの位置も上に上げたり下げたり、結構ちょっと操作しないといけない時も出てきます。でもミノー、リップ付きのミノーっていうのはリップがあるのにそのルアーが泳ぐレンジっていうのはもう決まってるんですね。なので誰が投げて巻いても全く同じレンジを揃えてきます。で皆さんだいぶ勘違いされてるところが多いんですけど、こういうハードルアーっていうのはバタバタっと泳いだ方がいいってみんな思われるんですね。大体ルアーなんて泳ぐの当たり前だろって思われるんですけど、泳ぎすぎるルアーっていうのは正直1匹目2匹目までは口を使いますけど、3匹目4匹目っていうのはなかなか口を使ってくれません。なんでかって言ったら波動が強すぎる。で自然界にそんな魚ベイトいないんです。なのでこのリンクもそうだし、次の新しいルアーもそうなんですけど、基本このロールっていうアクションをメインに使ってます。ロールするでワームよりも波動は強いですけど、ボブリングするほど波動が強くないので、わざとこのスリムにして釣れた魚でも釣れますよっていうのは、ボブリングやつにロールをさせたら数が拾えるようになる。で第2弾のルアーも早めにビュッとさびいたりとか早巻きをするとわざとボブリングするようにしています。でもスローにゆっくり巻くと同じレンジをゆっくりこうゆっくりロールします。これはなぜかというと、ブルブルっと動かしてとりあえず魚にアピールします。
魚っていうのは側線があるので、この側線で刺激してルアーの存在をまず気づかせます。でも明らかに食えるもんじゃないなっていうのがそのブルブルなんです。とりあえず見せるだけでいいです。その後はスローリトリートでゆっくり巻くというゆっくりこうゆら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 するだけなんで、それに食ってきます。なんで早巻きしてまたゆっくり巻く、ただゆっくり巻くだけでもいい。とにかく投げて巻くというのが本当に大事なことです。で第2弾のルアーも投げて巻く、これがもう基本的なコンセプトです、はい、それ以外はしたくない。もういやそれだけで釣れます、はいはい、難しいことはしなくても大丈夫です、はいはい、そういったまあハード系のルアー、まあ、とりあえずこれは4月、第2弾は秋、はい、の予定にします。よろしくお願いします、はい。